積んだもん、日本にデンツァは来ると思う。どうなのかな。デンツァ D9 がジャパンモビリティショーに展示されていたということもあって、日本上陸の可能性は低くないと考えてもいいかもね。ただ日本においての L サイズミニバンはアルファードやベルファイアがほとんどで寡占状態になっていることから、そこにデンツァなどといった海外勢が入り込める余地はなかなかないように思われるかもしれないけど、近年においてはホンダオデッセイの復活、日産 L ブランドのフルモデルチェンジなどといったように、日本メーカーでも L サイズミニバン関係でかなり注目度の高いニュースが満載なこともあり、デンツァやボルボといったような海外勢も大型展示会や空港内ギャラリーでの展示で注目をかっさらいに行こうと躍起になり、 EV 化の流れにうまく乗っかろうと BYD もどうやらデンツァの D9 を日本にも導入したいらしいの。そりゃジャパンモビリティショーにも出展していたぐらいだからね。それではデンツァ D9 についての話をしていきたいと思うの。それは詳しく聞きたいね。デンツァ D9 は2022年8月に初めて市場投入された L サイズ電動ミニバンであり、プラグインハイブリッドモデルと電気自動車モデルの2種類用意されているモデルとなっているの。なかなかいいね。デザインは L サイズミニバンにふさわしい迫力のあるデザインとなっており、ボディサイズも全長 5250mm、 ホイールベース 3110mm、 全幅 1960mm、 全高 1920mm とL サイズミニバンとしてはかなり大型な部類に入るようなサイズとなっているの。そうだよね。フロントに3つ、前席後ろに2つ、2列目アームレストに2つの合計7つのスクリーンを搭載。前席の間には冷蔵庫があり、2列目シートの人がアクセスできるの。なかなかやるね。また Android の画面ミラーリングは TS リンクインテリジェントインタラクティブコックピットでも利用できるの。なかなかすごいね。そしてインテリア全体にはナッパレザーと木材が多く使用されているほか、大型パノラマサンルーフ、2人掛けのバックスクリーンに電話会議や置き去り防止用のカメラ、そしてフットレスト、ヒーター、ベンチレーション、10点マッサージ機能も搭載されている10方向調整可能な2列目キャプテンシート、そして 50kW ワイヤレス充電器3台が装備されるなど、かなり使い勝手もいいの。なかなかやるね。D9 の電気自動車モデルには最新型の E プラットフォーム 3.0 採用の前輪駆動もしくは4輪駆動の2種類あり、前輪駆動モデルは1充電あたりの航続距離が CLTC モードで 620km なのに対し、4輪駆動は 600km とこれでも十分な長距離巡航も可能となっているの。なかなかやるね。プラグインハイブリッドモデルには 1.5 リッターターボエンジンと電動モーターの組み合わせとなる DMI プラットフォーム採用で、1充電あたりの航続距離も945キロから1040キロと、より長距離を走ることができるようになっているの。なかなかやるね。価格に関して、プラグインハイブリッドは日本円換算で769万円から1023万円ぐらいなのに対し、電気自動車モデルは889万円から1057万円くらいだから、L サイズミニバンにしてはアルファードやベルファイアのエグゼクティブラウンジで850万円から892万円、レクサス LM で1500万円から2000万円ということを考えると、なかなかお手頃価格に仕上がっているのがよくわかると思うの。ここまで機能性が高い割にお手頃に買えるのはなかなか魅力的だね。 BYD のブレードバッテリーも当然搭載されている上に、プラグインハイブリッドの技術力でも世界トップレベルを行く BYD だからこそ、デンツァ D9 も日本にも導入されるべき L サイズミニバンだと私は思うの。僕もそう思えるのだ。